これ天才ちゃん。生秋鮭の煮干しだし。起きました。金、起きなさい。金かわいそう。ん？金があんまり寝れなかったそうです。うん、ケイト寝れたの？爆睡。爆睡？あ、でも波の音で何回か起きたけど、すっきり。でもあったかかった。ケン寒かったでしょ。うん、ちょいちょい寒かった。あと30分で日の出です。けどすごいね、起きれたの。今何時や？5時15。予定通りや。素晴らしい。6度です。6度か、うん、よし。地震雲なんつうけ、それじゃまだらな雲だから、うん、もしうまくいけばめっちゃ綺麗。あれ、赤いのなくなった。あれ？あれ？どっか行った。嘘だ。嘘でしょ？え？ダメか。でかっ。あ、マッチなんだ。ここに置いてきちゃった。あら、え、ミスターマッチ今。マッチ苦手なんだよ。せっかく起きれたのにな。なんか、ダメそうやな。
すごいいい感じの焚き火だね今日。ぼうぼう、うん、初の試みです。直火。おお、いいね、いいね、めっちゃ楽だね、めっちゃ楽だね。今何時ですか？6時。あれ？日の出5時50分で。あ、もうやっぱ隠れてるってことですか？あれ？まだ諦めてない。まだ諦めてない。もう無理か。今日も曇りだったか。これもうずっと意気込んでたんだよね、うん、絶対朝日見るって、うん、ダメだったダメだったね。食うしかないな。見れてても食うしょ。え？見れてても食うしょ。冬や。あ、湧いた湧いた湧いた。熱っ。しっかり手抜きになってしまいました。もう沸いた？沸いた沸いた。めっちゃグツグツ。おー、沸いてる沸いてる。なんか夜意外と波の音が激しくてなんか県は船が来たんじゃないかと思うぐらいすごかったって言うんだけど。そうそうそう。いや、最初心地よかったんだけど途中からね、なんかすごかった、うん、ちょっと身の危険を感じるぐらいの天幕濡れてんじゃないみたいな、うん、で、なんか濡れなかったんですって、そわそわして。すごいな。今日の朝飯です。なんと気合入ってるよね今日。まあ全体的には適当なんだけど、うん、ちょっとだけ気合入ってて、うん、こちら秋の生鮭が入りました。なんかスーパー行ったら、うん、生秋鮭っていうのが、うん、ずらーって並んでて、うんうんうん、これ買うしかないなと思って昨日買ってちょっと塩振って置いといたやつ、うん、素晴らしい。これを直火で焦がさないように気をつけないと。なんか焦げそうだよね、うん、もし焦げそうだったらフライパンで途中からやるか、うん、そうだね。とりあえずやってみよう。よっ。もう。あ、くっつくか。あ、油引こう。うん。本気です。オリーブオイルを今キッチンペーパーにつけて。ありなのかなこれ。合ってんのかはやっぱりわからないけど。もうとにかく直火で焼きたい。うん、炭火の匂いつけたいよね。つけたい。うん、でも。うん。思った。フライパンでギリギリまで焼いて、うん、あ、最後に香り付け、うん、の方がいい気がしない。そうすっか、うん、だって絶対表面だけ焼けるもん、うんうんうん、そうしよう、うん、あっさり方向転換十分香りついてそうな気するね、この煙で。
やべ、焼けてる焼けてる、うん、じゃあもういいか。いやもうちょっとね皮をカリッと。ああ、いいね、皮空気。うん、私皮食べる派なんだけど、ケン皮食べない派なんだよね。皮がうまいのに。なんか親父だね本当に。小学校の時から皮食ってた。皮食ってた。皮の取り合いだったんだけど、なんかおじいちゃんとかと。皮ってなんか臭みすごくない？え、カリカリで美味しいっしょ。しで皮と身の間のさ、うん、なんかちょっとなんていうの、あ、あのコラーゲン、コラーゲンみたいなやつ。コラーゲンなのか知らない、わかんないけど。なんかあったかくなってきたから外で食べる、うん、腰痛くなんないか大丈夫。かれこれ30分ぐらい私鮭焼いてる。ずっと鮭見てんだけど。今までそんな長いこと鮭焼いたことないんじゃない、はい、グリルに入れてピーでしょ。超じっくり焼き、これはうまいんじゃない。あれ今日のメニュー言ったっけ、鮭とは言ったけどさ。言わない、まだ言わない。みんなそんな気になってなかった、うん、これはついたね。いいね、いい感じじゃん。食べよ、うん、沸きました。うわ、なんか入ってる。こちらです、煮干しだし。いいね、見て、ケン、これケイト、だし好きだよね。だし大好き。だし大好き。でもまだね、あんまりだしに関して知識ないさ。あ、こういうパック使ってるもん。うん、あ、そうだよね。あんまりその、カツオとかさ、煮干しとかをなんか自分で自らやったことない、うん、なんか私の職場の先輩さ、うん、フードプロセッサーで煮干しを砕いて、うん、マジ、それをなんか 袋に入れて、うん、なんかやってるとか言って。プロじゃん。私なんてほんとペーペーだわ。超いい感じだぞこれ。これをかける、イエスイエス。楽しそうだね、うん、朝から最高。昨日あんたぐっすり寝たから、うん、悪いね、ケン。ケンは寝れなかったの。こっちは全然眠れなかったの。え、テント浸水してると思ったの？もう溺れると思った？なん、もう10回ぐらい思った。流されると思った？いや、なんか半分ぐらい来てんじゃないかなって。こちらにですね、はい、こちら家で冷凍してた。恥ずかしい恥ずかしい。なんで？え、なんかちょっと恥ずかしくない？我が家の冷凍ご飯。ご飯を入れます。秋冬はね、朝から炊く時間もちょっと手間、まあ、でもこんだけ早起きしてたら全然炊く時間あるけど、うん、でも他にこの鮭とかやっぱり30分かけていいのかなって思うからさ。こちらにちょっと家で洗ってきたからしなしなになってしまいましたが、うん、大葉を入れます。毎回大葉登場するんだ。そして、はい、本日の目玉。よだれが。よだれ。これ。え、あ、そんな大胆に、あ、いいよいいよ、うん。いいよ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 。もうこれどうしような。どうしような。はみ出、まあいいんじゃない、いいんじゃない。だってご飯もう一個持ってきてあるんだ、予備でね、うんうん。だからそのご飯用の鮭もちょっと残しといて。うん、こちらです。楽しそう。うわ間違いないやつや。大葉と三つ葉がわけわかんない。結構いいんですいいんです。そしてこちらお湯かけ、焦らないでゆっくりかけちゃうよ、うん、いくよ、うん、だし、うわいいよ。これ天才ちゃう？うわ、いや、これはやばいわ。何かブツブツ言いながら作ってます。なんか言ってる、なんか言ってる。見せ場、ごま？見せ場です。かけ方。
ましょう。まだまだまだ昨日残しておいた秘密兵器。うわー素晴らしい。まだあるから。まだあるの？これを行くよ。わさび、チャイスケにはわさびでしょ。贅沢、素晴らしい。食べよう。はい、うわ、これでしょ。生秋鮭の煮干しだし茶漬け、わさび茶漬け盛りだくさんすぎる。いただきます。ご飯結構固まってたからさ、ぬるいかな。あ、どうだろうね。いただきます。箸あった方がいいかな。効いてるね。鮭、うん、うまっ。オホーツクさんって書いてあった。なんかオホーツクの鮭がめちゃくちゃうまいらしい。え、そうなの？なんか調べた。いや、職場の人が、うん、言ってたんだけど、うん、なんか北海道鮭いっぱい取れるでしょ、うん、その中でも、うん、オホーツクがめちゃくちゃうまいと。へー、鮭マジでうまい。鮭の塩でなんか、うん、ちょうどいいね。この出汁自体は味薄いからね、鮭で、うん、なんかうちら札幌じゃん、うん、で北海道の鮭って本当に美味しいよねみたいなことを、うん、オホーツクの人に言ったら、うん、オホーツクの人は、うん、北海道の中でも、うん、そのオホーツク側の鮭じゃないと食べないって言ってたなってその人めっちゃ食通で、うん、なんか本当北海道の何々って美味しいですよねみたいな言っても、うん、いや北海道の中でもねあっちの地域のねみたいな詳しいんだ、うん、そういうプロキャンパーなんでしょその人。そう、確か。でそういう話を聞くのがめっちゃ楽しくて、うん、てかキャンプの話っていうよりも、うん、食べ物の話なんだけどでもその人も、うん、なんかその美味しいものを食べに遠くまでキャンプに行くのが多分好きなんだよね、うん、それの影響をめちゃくちゃ受けてる。ちなみにご飯も1個と鮭もある。まだ食べたい。ケン、これぬるかったら直火でできるよ。いいね、そうするか。ちょっとぬるいしょ、うん、なんかご飯がまだ冷えてたから。じゃあこれでやろうかな。うん、ちょっとこの景色見てもらおうか。うん、見てください、この景色やば。見てこれ、穏やかだね。穏やかになったね、昨日の夜とは全然違うね、うん、左側からずっと。あ、魚跳ねてる。パチャパチャいってんな。おいしいもう食い終わんじゃん、早っ。私がおかわりするわいいよ、眠くない？全然眠いのけん。いや俺も寝れなかったけど眠くないわ。帰り運転してやるか。危ないでしょ。なんで？てんてんはどうでした？てんてん、天幕の名前てんてんになりましててんてんね、うん、なんかやっぱりゼクチャの中でアルパカのストーブ使ってた時よりも、うん、温まりが早いような気がした。ああ、あと温度も、うん、ちょっと高く上がったよね、多分20度ぐらいだったもんね、うん、先週使った時、ゼクチャの中で、うん、まあ、8度ぐらいだったのが、気をつけて、8度ぐらいだったのが15度ぐらいまで上がったんだよね、確か、うんうん、で昨日は5度だったのが、うん、20度ぐらいまで上がってたから、うんうん、やっぱただそのやっぱりうちらの持ってるものが、うん、ものっていうか椅子がちょっと大きいから、うん、インナーテントを半分ぐらいこう閉めちゃうと、うんうん、残りのスペースではちょっと狭い感じだったから、うん、もうちょっとして、うん、虫が一切気にならなくなったらインナーテントなしで、うん、もう地面にコットポンポンって
置いて寝るような感じにすれば、うん、もう全然広いと思うんだけど、で椅子も多分普通に置けると思うんだけど、うん、椅子買おうかっていう話も出てたじゃん。いやでも椅子やっぱ欲しいよね、なんか低めのやつも。うん、そうだね。なんかハイチェアで、うん、腰痛くならないようにハイチェアでって言って過ごしてきたんだけど、うん、ハイチェアにすることで頭がぶつかるあの冬はさ、うん、中で過ごすときに、うんうん、それでなんか逆にこう腰を痛める、なんか対策考えないと、うん、ただその中でストーブ使うっていう面での安心感はやっぱ違うよね、うん、ポリコットンで使うっていうのがね、うん、あと設営もめちゃくちゃ楽だったね。めっちゃ楽だった。多分次からほんと10分じゃないだと思うよ。うん、もう一個食うか、ケン。うん、皮、うわ大好きな皮、もうちょっと本当はこんがり焼きたかったけど、うん、熱々どう？ちょっとぬるかったんで地火で。地火温め直して。地火めっちゃ美味しい、うん、めっちゃ湯気出てる。うまっ。腰腰と合うの。うん、鳥も、鳥の鳴き声も聞こえる。うん、そこにいるな。でも、普通の鳴き声だね。いい声してるよ、でも。うん、綺麗、うん、綺麗。結局今年赤ゲラ見れなかったな。その黄身食べていい？ダメ、残してんだよ。あ、これ、怪しいよ、ケイト。おすごいすごい、めっちゃ綺麗に食べた。うわえ、なんか美味しい、なんか美味しい。なんで、ただの目玉焼き、うん、なんで、こびりついたカスまで食べてますね。それ鮭のカス、めっちゃ美味しいこれ。やめろ。かっこいいな、なんか光当たって。あー穏やかだ、うん、コットで寝るか、最後コットで寝るか、うん、ギリギリまでのんびりするっていう。まあいつもそうだけど、福岡土産でもらったロイヤルのスイートポテト、うん、めっちゃ有名、なんかスイートポテトの発祥らしいよ。あ、そうなんだ、うん、てか見た目ラップだからわかんない。うん、美味しいねこのお湯。昨日の夜もお湯飲んで、うん、お湯にハマる。お湯こんな感じ。ロイヤルコンフェクト、コンフェクション、え、名前覚えてる？書いた。いただきます。いただきます。九州の人はみんな知ってるのかな。九州じゃなくても知ってるぐらい多分有名。うん、うん、濃厚、うまい、うん、うわ牛乳飲みたい。あ、うん、ラスト湖キャンプかな。だね、また来年、うん、久々の支笏湖キャンプ最高だったね。去年来た時は早寝早起きみたいな習慣なくて、うんうん、朝7時か8時ぐらいまでぐっすり寝てたから、うん、その動画に対してビフェキャンプ場行って朝日見ないとかめっちゃもったいないですよってコメントが来たんだよね。来てた、来てた、うん、それを鮮明に覚えてて、え、そうなんだと思ってて、で今となってはさ、うちらめっちゃ朝日見る派になったからさ、うんうん、去年のうちら何やってたんだろうと思うじゃん。で今年は絶対見ると思って張り切ってきたのに、うん、見れなかった。完全なる曇りで全く太陽は見れませんでしたが、また来年リベンジするきっかけになったので、そうだね、また来年